車掌が交代しております。これから先東の城までの間、東の城行くの佐々木がご案内いたします。どうぞよろしくお願いいたします。さて、水落とし白神2号ですが、深浦駅を過ぎ、この線の旅も残すところあと半分となります。ここでお客様に JR 五能線の歴史とその名称の由来についてご紹介いたします。JR 五能線は、秋田県能代市にある東能代から、青森県南津軽郡南方手村の川辺駅までを結ぶ単線・非電化で、営業キロが 147.2 キロもある町内ローカル線です。大府線の一部として開業した東能代から能代の能代線と、当時の仏鉄道が開通させ、国有化後、五所川原線と改称された区間を連絡させ、1936年に間もなく通過する手出し駅付近で開通し、現在の五能線となりました。五能線という名称ですが、先行して開業していた五所川原線、能代線のそれぞれの頭文字を取り、五能線となりました。残すところあと半分となりましたが、これから先も五能線リゾート白神号の旅をお楽しみください。
まもなくベスパツ脇山、ベスパツ脇山です。降り口は進行方向を向かって右側です。降りの際は車内に落とし物、お忘れ物をなさいませんようお気をつけください。ベスパツ脇山駅から黒牛温泉においでのお客様は、ホーム出口付近に停車しております無料の送迎バスをご利用ください。ベスパツ脇山駅ですが、ホームと列車の間に大きく隙間が空いている箇所がございます。降りの際は足元にお気をつけください。ホームに降りましたら列車の進行方向前の方にお進みください。ホームの出口がございます。ご乗車ありがとうございました。まもなくウェスパツ脇山、ウェスパツ脇山です。降り口は進行方向右側です。降りの際は車内に落とし物、お忘れ物をなさいませんようお気をつけください。